嫁をいじめる姑、そんなの今時絶滅したと思ってた。まさか我が身に降りかかることになるとは。夫婦になり理事会初めての帰省、美味しかったです。ごちそうさまでした。片付けを手伝うため台所で義母と二人きりになった。人数集まると洗い物が大変ですよね。ただ飯ぐらいが偉そうに文句垂れるんじゃないよ。皿洗いしたくらいで恩打った気になるな、バカ嫁が。え、ひょえ。はい。そして帰り際、これよかったら持って帰って。よかったな、お土産までもらえたな。しかし帰宅後開けてみると、何これ、キュウリ腐ってる。母さん間違えたかな。そうでしょうか。義母は結婚前まではニコニコ穏やかな人でした。しかし結婚後から義母と二人きりになると、明らかに私への語りかけの声がワントーン違うことに気がつきます。その後男の子を出産しました。その頃には義母の暴言もさらに激しくなり、孫は息子に似てよかったわ。バカ嫁に似たら悲惨よ、悲惨。旦那にも相談しましたが、気にしすぎだよ、孫は可愛がってくれてるじゃん。そうなんです。こんな姑でも息子の祖母、使えない嫁だよ。息子と孫だけ帰ってきてくれりゃいいのに、なんでバカ嫁がついてくるの。何を言われても笑顔で帰省をしていました。すべては息子のため。でも結婚5年目、ついに私は目覚めたのです。嫌がらせされて笑ってるってアホくさ、教育上良くない。私だけ帰省やめたら姑の思うツボ、ならば次もがっつり帰ったる。でもってやり返してやる。私は気合を入れて反撃に出ることにしたのです。反撃の前に旦那に確認しておかねば。何、次回からの帰省、いい嫁でいるのは終了するから。はい。どう思われようが言いたいこと言うから。この5年私がどれだけ苦しんだか、あなたに言ってもまともに取り合ってくれなかった。それは何の役にも立たないなら、せめてこれから私がすることは邪魔しないでいい。はい。分かればいいんだよ。いざ義母退治だ。こうして始まった帰省決戦の時。いただきます。味噌汁しょっぱ。お母さんの味噌汁塩分やばいですよ。命の危険感じます。皆さん、天寿全うしたけりゃ飲んじゃダメです。のバーバと寝るのやだ。どうして、バーバと寝ようよ。嫌って言ってるじゃないですか。理由教えてあげましょうか。お母さん、いびきうっさいんすよ。これ持って帰って。いや、うちもそんな食べない。いいじゃない。だからいらないっての。あんたに言ってない。いらないったらいらない。あなた少しおかしくなったんじゃない。は、私がおかしい。嫁いびりするお母さんの方がおかしいですよね。もう言われっぱなしはごめんですから、ガンガンやり返します。覚悟してください。またお邪魔します。以来姑はめっきりおとなしくなりました。そもそも意地悪をしてくる人の姿を見せることが息子のためになるのか考えた結果の反撃でした。私が義母のように意地悪を言うのは息子のために良くないので、義母もおとなしくなったことだし、反撃はこれっきりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。